鶴ヶ岳高等学校、付属中学校は、福井県鶴ヶ市靴住に所在する、私立高等学校、中学校。過去には、国際科と電子情報科があったが、2021年現在は、普通科のみである。公立校との併願を認めておらず特進コースも、含めて全て仙願のみとなっている。教育形態は、周辺の一般中学校とだいぶ違い、体育は、 通常より減らされ、美術、音楽の科目が極端に少ない。その代わりに、国語、数学、英語等の重要教科の時間数を増やしており、それ相応に進度が速くなるので、中高一貫校の例に漏れず2年終了時までに、中学範囲の国数英が終了してしまい、3年次からは、高校の教科書を使用した授業が行われる。理科に関しては3年次の学期中に終了し、 囲後は科学が必須となり、物理、生物はそれぞれ理系、文系の選択科目となる。校風は、進学生徒を育成するという目的上、校則、授業形式が公立校より厳しいと思われがちだが、高校の校則を緩くしたものであり、公立校とほぼ変わりはない。部活動は中学生のみで行っている、サッカー部とテニス部、高校と合同で行う、 陸上部、バドミントン部、吹奏楽部、坂道部などがある。近年では、スケート部やダンスチア同好会が中学生活によって作られた。野球部は、甲子園の常連校であり、春8回、夏9回の出場実績がある。総部10周年で、甲子園へ出場し全国に名を広めようと、1992年秋、当時サバエボーイズ監督をしていた、 渡辺光一監督が同好監督に就任。93年秋、福井県大会で見事初優勝。当時エースの内藤剛を中心にレギュラー7人が2年生。第76回全国高等学校野球選手権に初出場を果たすと、第77回全国高等学校野球選手権大会でベスト4の成績を残し計画通り10周年で、 全国へなお広めた。三上新次第79回選手権、ベスト8、東出明博広し1998年入る夏、選手権に連続出場を果たした。第80回選抜高等学校野球大会で、復活を果たすと、2013年選抜2014年夏、甲子園とベスト4の成績を残し、そして2015年選抜では、決勝で、東海第4を破り、 北陸勢として初の甲子園優勝を達成した。野球の他には空手、柔道、剣道、なぎなた、レスリングなど武道系の部活が過去に全国大会に出場している。またテニスや陸上競技も同様に全国大会に選手を送り込んでいる。学年によって若干の相違があるが、通常は一組二組が特別進学コース、三組四組五組が 進学コース、6組7組が教養コース、8組が電子情報科となっている。特別進学コースに関しては、1年1組は他校からの合格組、1年2組は付属中学からのエスカレーター組というふうに分かれているが、その他は入学前に課せられる試験によってクラスが振り分けられる。毎年というわけではないようだが、 大概学年はじめにクラス替えがあり、2年時は主に成績と進路で入れ替え、3年時は進路に重点を置いて入れ替える。特別進学コースは数年前まで3年時からのクラス替えだったが、一昨年からより円滑に授業を進めるためか2年時からのクラス替えになった。とはいえ国語や英語以外のほとんどの授業が1.2組合同のため、クラス替えの意味は大してないとも言える。 特別進学コースのクラス編成は、一組が国公立受験組、二組が私立大学もしくは短期大学受験組となっている。しかしながら一組に在籍し、国公立を受けつつも、私立を第一志望とする受験方法も可能である。しかし、担任によって、反強制的に国公立を第一志望とすることとなる。国公立 有名私立大 A の進学率は数字の上では、霊北の進学校と比べて低くなっているが、これには大学入学に本格的に取り組むクラスは主に2クラスしかいないという背景がある。この2クラスのみに限れば、周辺の進学校と遜色のない数字になる。進学地域は特定の地域に大半が固まるということはなく、主に関西から関東にかけて広く進学する。 国立大学にはほぼ全国の大学にわたって、進学、私立大学に関しては、関西へ行く生徒が多く、同志社大学、立命館大学、龍谷大学、京都産業大学、仏教大学、近畿大学などが主な進学先として挙げられる。就職は地元密着型の就職形態が多く見られ、多くの学生が地元の企業へ就職している。 9月1日から3日にかけて行われる学園祭が主だった行事である。同期間中に旧市街地で鶴ヶ祭りが行われるため、学園祭の日程の理由として、鶴ヶ祭りにおみこし担ぎなどで生徒が多数欠席し、授業を進めることが難しいということが言われている。学園祭は2000年代初頭まで全日程を通して校内で行われていたが、 ステージ発表関連を厚い体育館で何時間も行うことへの肉体的負担や体育館自体の音響設備の問題などから現在は市内のホールを借り切って第1日に断別ステージ発表、ブラスバンド演奏やチアダンスなどがまとめて行われている。そのため第2日目が本番の学園祭といっても過言ではなくほぼ丸1日を使って 各団体の模擬店などの出し物が披露される。ただし、食品衛生法との兼ね合いから、焼きそばやフランクフルトなどの模擬店らしい模擬店は、生徒では行えず、父母と教師の会が行っている。最終日は、体育祭となっており、各団体が必死で参加し白熱した戦いを見せる。全期間を通して保護者を呼び、OB 以外の参加は原則として禁止されている。以前は、 ご夜祭が行われていて、近年では生徒会の努力によってご夜祭の復活が遂げられた。主にミスミスター明日の発表で盛り上がる。学園祭の翌日に鶴ヶ祭りのおみこしがあり、最近では運動部の男子が参加している。また、学園祭での生徒の肝試しも行事の一つと言える。山と田畑に囲まれ、 周辺には、鶴ヶ市立看護大学や、運動公園等が集積している。学校を含めて利用者は、比較的多いが、周辺に、コンビニはなく、飲食店も一軒程度あるのみで昼は相当混雑、するため、訪れる場合は、注意が必要である。学校はもともと、トライアルコースだった馬坂峠の頂付近の山を、削って建てられており、それゆえ、 傾斜地に建てられているため、学生は朝夕の自転車通学を毎日こなすだけでもそれなりの体力がつくと言われている。それらの施設群と市街地を結ぶ道路は田んぼの中を貫く直線の道で天気が良いと道が入って良い景色が見られる。歩道との道路の拡張工事も進み、混雑時にも対応してきている。ありがとうございます。